have the king of biggin. Muro presents King of Diggin. This program is brought to you by Chiyoda Hotel. Tokyo FM Muro presents King of Diggin. 夜9時になりました。パーソナリティのマッカチンです。ムロです。ムロさん、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということでムロ君、はい、まだ喉が治らなくて聞きづらいよねこれ。俺もレコーディングも止まってしまってですね、なんか全然治らなくてですね、最近マスクしながら寝てるんですけど、加湿器と、なかなかちょっとやりすぎちゃったっぽくて、ないからね、失礼いたしました。本当に聞きづらいかもしれないですけど、皆さん、あの番組30分お付き合いくださいませ。ご無理なく、はい、はい。で、ここで番組からお知らせです、はい。今週金曜日、10月15日から11月14日にかけてですね、東京駅向かいにある新丸ビル7階の丸の内ハウスのライブラリー内にてですね、東京 FM 主催ディギンハウスを開催いたします、はい。2年前もね、行ったんですけど、2年前も行った番組初の出張レコードショップ、今年は HMV レコードショップさん協力のもと、毎日夕方4時から行いますので、詳しくは番組 SNS などをチェックして、皆さん遊びに来てください、はい。ということで、早速ですが、10月も中旬ということで、はい、まさにもう秋真っ最中、スポーツの秋、芸術の秋、いろいろありますが、本日のテーマ、ムロ君お願いします。はい、明日なんですが、はい、10月14日鉄道の日、ということでですね、初めて列車ジャケのレコードを中心に集めてミックスしてみたいと思います。来ましたね、乗り物シリーズ。まあね、船やったりとかね、はいはい、いろいろやっておりますがね、はい、まだやってない乗り物もあるし、うんうんうん、列車ジャケなんていうとちょっとヒップホップ的にはね、地下鉄アンダーグラウンド、グラフィティみたいな、ワイルドスタイルとか、そういうのが思いつきますけどね。まずはとりあえず日本のその鉄道の日というのは、はい、どういうことか、説明していきたいと思いますが、はい、なんと1872年10月14日、新橋から横浜の間に日本で最初の鉄道が開通したことを受け、それから122年後の1994年にその誕生と発展を記念し、毎年10月14日を鉄道の日と定められております、ということで、結構古い古いですね。ねえ、電車は結構古いね。電車というか列車、鉄道、なんか古いね。まあそんな中、結構ムロ君レコードありましたか？そうですね、各ジャンルいろいろあって、やっぱりソウルトレインみたいな、ディスコのイメージあるじゃないですか。あるある、Dトレインとか、なんですけど、今日は、あえてその辺さすがでなく、ファンクだったりジャズファンクだったり、その辺中心にかけれたらなと思います。いいね。まあなんかソウルトレインってやっぱ思いつくしね、なんか音の列車、音を届けるみたいな、ね、ノンストップミックスみたいなイメージがありますけどね、そっかそっか、さすがこの番組ならではの面白いところをチョイスしていただいたということで、じゃあムロ君早速準備してもらっていいですか？いいね。まさにね、各駅停車で行きたいけどね、30分番組なんでね、ノンストップ音の特急、音をお届けるっていう感じで行ければと思います、はい。ムロ君準備 OK、はい。よし、じゃあそろそろ行ってみたいと思います。2021年10月13日明日が鉄道の日ということで、本日はディギントレインです。ムロさんお願いします。This is the JB's monorail. We'll be right back.
case you don't know what a monorail is. Check out Expo in Seattle.
東京 FM ムロプレゼンツキングオブディギン、本日のテーマは鉄道の日ということで、ディギントレインで列車ジャケでお送りしておりますが、いやまさにムロ君ノンストップミックス、電車はまだまだ止まらないですけど、いやもうあっという間にねこの時間が来てしまうので、まあ早速今日ねかけていただいた楽曲を一から掘り下げていければとは思うんですが、あのやっぱり1曲目はなんか俺もね、あそうだったと思った、あのジェイビーズ、ジェイビーズ、うん、やっぱこのジャケットなんかほらモノレールですけどね、モノレールだけど、はい、でもなんかほらジェイビーズの中ではちょっと宇宙感あるっていうかさ、そうですね、なんかちょっと変わったジャンルのジャケットだったじゃない、うんうんうん、だからなんかすごいインパクトあって、でなんか久々に来たらやっぱめちゃんこかっこいい、最高ですよね、ファンクで合ってんのかな、うん、めちゃんこかっこいいな。で2曲目ちょっと、うん、もう言わざるを得ないんだけどさ、出ましたね、出ちゃった、新幹線大爆破、はい、いやこれ青山八郎さん本当これさもう激レアなんだよね、やっぱすごい7インチ高くて、それであの去年かな一昨年かなイタリアでさ再発が出たでしょ、そうでその再発も買い逃して、ね、うん、板長に逃したんだって笑われたんですけど、うん、なんか買えなくてさで、まあ、もちろんここにはそのイタリアの再発版もあるしオリジナルもあるんですが、でさらになんかちょっと変わったなんかドラムが入ってるバージョンとかもなんか書かせたりとかして、そうですね、めっちゃかっこいいなって思いながらも、しかもこの映画あれだよね、千葉真一さんとか、そうです、高倉健さんとか、はい、コックピットには千葉真一さんと高倉健さんで、そうですよね、でなんか福武くんがねなんか東映70周年記念からなんかこれ最近多分上映されてて映画館で、うんうんうん、なんか見に聞きました、はい、うん、見に行ったみたいなことをインスタでアップされてましたけどね、うん、あとね俺ねクラッターこの3曲目、うん、エディバンとオリエントエクスプレス、はい、これ大好きなんですよね、全然知らない、これ日本人で合ってるよね、はい、うん、間違いない、うんうん、なんかゴールデンカップスのギターの人となんかこうブラスバンド足してファンクバンド作ったみたいな感じで、めちゃんこいい曲だったいいんですよ、7インチも出てて、あ出てる、出てるんですよ、うわオリエ、しかも曲名がさオリエントエクスプレスだからやっぱこうなんつうの、まあ、アジアのテイストも入れながらの、ね、特急電車みたいな感じになるんだろうかな、まあでもこうジャンル的にいけばさこうファンクとかジャズから始まって今まさにもうディスコとかノリノリな感じで行くんで、まあなんかやっぱ電車なだけに乗れてるっていうかね、疾走感がある感じはするなとは思うんですけど、まあでも BT エクスプレスなんていうのはもうムロ君やっぱり一軍ですか、です ね特にこのピースパイプっていうのは結構みんなルンルンで踊ったりとかしてるんじゃないかな、うん、でもこのままで行くとあの駅に止まることもできないから間もなくねあの駅に着かなきゃいけないんですけど、ムル君なんかこの中でさらに今日のおすすめとかあったりしますか、全部おすすめですね、だよねそれがこの番組ですということで、あっという間ですがここまで、本日はマッカチンとムロでした、またのご乗車お待ちしております。